こんにちは、ラインライダーの根岸涼です。今回は LINE のクロニック紹介したいと思います。ウエスト幅は 95mm になってます。でクロニックの特徴なんですけども、まずエッジですね。エッジがファティベースっていうものを採用していまして、結構太めになってます。なので強度はすごい強くなってます。で、去年と変わったところなんですけども、足元のウッドのコアが引き伸ばしされてます。なので、板自体の強度もだいぶ上がっています。クロニックはラインの中では、中間ぐらいのフレックス、硬さになると思うんですけども、バランスはすごい良くて、硬すぎず柔らかすぎず、なので、いろんなシーンでいろんなことをして楽しめる板になってます。昔と違ってウエストも先ほど紹介したように 95mm の太さになっているので、パウダーだったり、あとはこのちょうどいいフレックスを生かしたグラトリのトリックだったりとかっていうのも楽しめるようになってます。でもちろん、パークの板なので強度も高いので、自分に乗ったりキッカー飛んだりとか、ちょっと無茶なことをしてもあまり壊れにくい板なので、結構長く楽しめるのかなと思います。でこれ乗ってみた感想なんですけども、去年よりかはやっぱウッドコア伸びてるので、やっぱりちょっとフレックスはありました。足元はしっかりと硬いなっていう感覚はありました。でも、テールとノーズですね、しっかりとあのバター重心移動させちゃえば結構乗っかって、バター系のトリックもすごいやりやすかったので、結構面白い板でしたね。乗りやすい板になってます。なのでパークメインで使って、で、たまに雪降ったらパウダーやりたいなとか、あとはそのパークがないところでもグラトリしたり地形で遊んだり楽しみたいっていう方にはおすすめの1台になってます。なのでよかったらチェックしてみてください。